みなさんこんにちは、アイズミワンダーランドのアリスです。本日はリアクターですね、リアクターを使っていこうと思います。それもコンフィ UI でのリアクターの使い方を紹介していこうと思います。リアクターはフェイススワップができる拡張機能ですが、以前にステーブルディフュージョンウェブ UI でこの動画ですね、ディープフェイクリアクターということで使い方を紹介しましたが、今回はコンフィ UI でインストール方法と簡単な使い方を紹介していきたいと思います。あとインストールの前準備としてですね、ホームページにも書いてあるのですが、ビジュアルスタジオ2022のインストールが必要です。こちらに関してもこの動画、ステーブルディフュージョンウェブ UI のリアクターの導入動画の中で解説していますので、そちらをご覧ください。そちらの方はタイムライン、タイムスタンプが用意してありますので、そこで必要なところだけ見ていただければ良いと思います。今回の前提条件ですが、コンフィ UI がインストールされていることと、あとはコンフィ UI マネージャーが入っていることが条件になります。普段であればコンフィ UI マネージャーからインストールカスタムノード、そしてここにリアクターと入れてですね、そしてサーチで、このリアクターノード for コンフィ UI というのをインストールすれば OK ということなのですが、このリアクターだけはこれだけではうまく働きませんので、うまく働かない場合が多いですので、そのインストール方法を見ていきます。この UI はすでにインストールされている方で、こちらが元の画像で、こちらがフェイススワップされた画像になります。こんな形で顔が綺麗に変わっているのがわかると思いますが、この方法を見ていきましょう。では早速インストールから始めていきます。ではインストールを見ていきましょう。最初このホームページの下の方にインストレーションという項目があるのですが、三角ここ閉じていますのでちょっとわかりにくいですから、ここを開くと、このように方法が書いてあります。基本的にこの方法で進めば良いのですが、まず最初にインサイトフェイスがうまくインストールされないと思いますので、そちらを個別でインストールしていきます。それも方法がホームページに書いてありますが、まず最初に Python のバージョンを確認してください。確認方法ですが、コンフィ UI のフォルダーの中のこの Python Embedded というフォルダーがありますので、そこを開いて、そこからコマンドプロンプトを開いてください。そしてバージョンを見るコマンドも書いてあります。この4番ですね、失礼しました、この1番ですね、1番の Python から始まるこのコードを入力してください。そして Enter を押すと Python のモードが、今回は私の方は 3.11.6 と出てきました。 3.10 なのか 3.11 なのかを見ておいてください。そして次に GIP をアップグレードします。 Pythonアンダースコアエンベッティッドフォルダーにいますので、ここの Python から後ろをコピーしてコマンドプロンプトに貼り付けてください。私はすでにアップグレードされていますのでオーレディサティスファイドですが、ここでアップグレードされると思います。次にインサイトフェイスをダウンロードする必要があります。そしてここに書いてありますが、その先ほどは Python が 3.10 の場合はこちら、3.11 の場合はこちらをクリックしてください。私は 3.11 なのでこちらをクリックします。そうすると、3.11 仕様のインサイトフェイスがダウンロードされます。それでそのダウンロードされたフォルダーを、なるべく日本語が入らないようなディレクトリに置いとくといいと思いますので、コンフィ UI のフォルダーですね、バッチファイルがあるところと同じところに私は置きました。このようにダウンロードされたファイルを置いてください。そして先ほどのコマンドプロンプトに戻って、このコマンドを打っていきますが、この5番の、3.11 の場合はこちらとありますが、まずは Python からインストールまでをコピーしましょう。 Python からインストールまでをコピーして貼り付けます。そして半角スペースを開けます。さらに先ほどダウンロードしたインサイトフェイスのパスをコピーします。そしてコマンドプロンプトに貼り付けます。これでインストール、先ほどのインサイトフェイスをインストールしますよということになります。私は一度ちょっとやってますので、すべてされてますということで出ていますが、これで無事にインサイトフェイスがインストールされました。
このコマンドプロンプトを一度通しても大丈夫です。で次にまたホームページに戻ってこのレポジトリをクローンしていきます。 A コードから URL をコピー、そしてコンフィグ i フォルダーの中のカスタムノーズフォルダーの中にクローンしていきますので、カスタムノーズフォルダーの中でコマンドプロンプトを開きます。そしていつものように git クローン半角スペースを開けて URL を貼り付けてエンター、そうするとレポジトリがクローンされてカスタムノーズフォルダーの中にリアクターノードというのが出てくると思います。 OK ですね。それで一度このコマンドプロンプトを閉じても大丈夫です。次にこのリアクターのフォルダーを開きましょう。この中にインストールバッチファイルがありますので、このインストールバッチファイルをダブルクリックします。そうすると私は一度ちょっとやってしまっているので OK ダンと出ましたが、普通はここにズラズラズラーと並んでインストールが行われると思います。これで一通り準備は OK です。あとはフェイスリストレーションのモデルをダウンロードする必要があるのですが、ちょっとホームページに戻るとインストールの欄に、ここの、コードフォーマー GFP ガン、この2つをダウンロードしてコンフィ UI モデルズフォルダーの中のフェイスリストモデルズフォルダーに入れましょうと書いてありますが、このフェイスリストはモデルズフォルダーが最初はありません。一度リアクターを起動するとこのフォルダーができますので、最初の状態ではコンフィ UI のモデルズフォルダーの中にはフェイス ABCDEF ないですね、フェイスリストレーションというフォルダーがないので、この状態で一度コンフィ UI を起動してください。 NVIDIA GPU バッチで起動します。起動しました。このまますぐに閉じていただいて OK ですので、ここで終了します。コマンドプロンプトも閉じておきます。そうすると先ほどのフォルダー、コンフィ UI フォルダーの中のモデルズフォルダーの中にフェイスリストアモデルズというフォルダーができていますので、ここにこの2つのファイル、モデルですね、これをダウンロードしていきます。クリックすると自動的にダウンロードが始まりますので、ダウンロードして先ほどのフォルダーの中に入れていきましょう。これらのファイルは両方合わせて700メガバイトぐらいのファイルになります。それでダウンロードが終わりましたら、先ほどのフェイスリストアモデルのところに2つとも入れていただければ使えるようになります。これでインストールが終わりましたので、この後使い方を見ていきましょう。コンフィ UI の画面に行きましょう。このグラフは JSON ファイルのサイトを概要欄に入れておきますので、そちらからダウンロードして使用することができます。今回非常にシンプルなグラフですが、まずベースの部分でチェックポイントを選んでプロンプトを書いて計算プラで画像を生成していきます。そしてその画像をハイレゾフィックスですね、もう一度計算プラを通して2倍にアップスケールして画像を生成します。そしてこちらがハイレゾフィックスで生成された画像になります。そしてですね、リアクターの方は非常にシンプルで、このリアクターファーストフェイススワップというノードが選択できるようになっています。リアクターをインストールするとこのノードが選択できますので、こちらのノードをここに置いてください。そしてロードイメージ、顔を使いたい画像のイメージですね、この顔、この日本風の顔に変えていきたいと思います。ドリームシェイパーで画像を生成するので元画像がちょっと欧米寄りになると思いますので、この顔に変えることで変化がわかるようにしています。ではこれでいくのですが、大事なのはこのフェイスリストアのモデルになります。先ほどダウンロードしたモデルがここから選択できますので、コードフォーマーを選択しておきます。そしてコードフォーマーのウェイトですが 0.5 で、デフォルトが 0.5 だと思いますので 0.5 で生成していきます。あとはステーブルディフュージョンウェブ UI でもあるような、ジェンダー男性か女性かを判断して顔を変えたりすることもできますし、あと顔を複数ですね、入れることもできますが、今回は一つでやっていこうと思います。そしてリアクターのノードのつなぎ方ですが、ロードイメージ
こちらは顔を使いたい画像を入れます。この顔にしたいという画像を入れればいいと思います。インプットイメージの方はこれから顔をすり替えたい画像を入れます。こちらのハイレゾフィックスで生成された画像になりますね。そしてアウトプットするだけですので非常にシンプルですね。一つのノードで全ていけるということになります。では画像を生成してみましょう。この欧米寄りの顔が綺麗に変わりましたね。このように日本風の顔に変わっています。結構顔が綺麗に馴染んでくれますのでキャラ固定とかもしやすいと思いますので、このリストはフェイスを使ったリアクター、ぜひ使用の方をするといいかなと思いますので皆さん使ってみてください。ノードに関しては結構駆け足でお話ししましたが、実際に自分でもノードを組んでみたいと思われる方はぜひメンバーに参加して私のビデオライブ形式の動画を見ていただけると、このようなノードを一から組むところをお見せしていますので、そちらを見ていただければなと思います。まあ、とりあえず、リアクターを使いたい、リアクターを使って顔を生成したいという方は、この動画を参考にしてコンフィ UI でインストールしていただき、このグラフですね、そのものを使っていただければいいかなと思います。そしてもう一つ面白い使い方もやっていきましょう。このように2人の顔を変える方法を見ていきます。2人の顔は、リアクターを2つ使うだけですね。1つ目の方で1人の顔を変えて、でもう1つの方でもう1人の顔を変えるだけです。そしてこのインプットイメージ、元の画像ですが、元の画像の左側の人物を変えたい場合はインプットフェイスインデックスを0、そして右側の顔を変えたい場合はこのインデックスを1にすれば良いです。これで画像を生成していくと、こちら側の女の子がこの顔になり、そしてこちら側の女の子が、この顔になります。それで生成した画像がこちらですね。でこちらが日本風の顔で、こちらがちょっとおじさんが混じった顔になります。あとはですね、このおじさんの顔の方だと分かりやすいと思いますので、このコードフォーマーウェイトの違いによってどのように顔が変わってくるのかを見てみたいと思います。おそらくこのコードフォーマーウェイトを小さくするとより顔が馴染んで顔の変化が少なくなると思いますし、この数値を大きくすると顔の変化が大きくなって顔が馴染みにくいという形になると思いますので、一度画像を生成して確かめてみましょう。このような形で顔が変わっていますが、そうですね、変化がまだ少ないというような感じでしょうか。次は 0.9 にしてみます。シード値を固定していますので同じ画像で顔がやっぱりかなり濃く変わりましたね。このコードフォーマーウェイトですが、大きくすると顔の変化が大きくなり、その分馴染みがちょっと悪くなりますね。そして値を小さくするとよく馴染むようになりますが変化が小さくなるという違いがあるようです。ちょうどやはり 0.5 ぐらいがいいのかもしれませんね。ミストはビジビリティに関しては数値を下げると画像がぼやけますので、基本的には1でいいかなと思います。あと最後に見たいのが、入力画像に複数人の人数がいて、その3人の顔を選んで顔を置換するという方法です。0を選択した場合はこの一番左側の顔が選択されることになります。そして出力する画像ですが、こちらも3人の顔にしています。そしてもう一つ見たいならこの笑顔ですね。笑顔が再現されるかどうかというのも一緒に見ていきましょう。今設定が00ですので、一番左側の女の子だけが一番左の子供の顔に変わるという設定になります。せっかくですので全員顔を変えていきましょう。記載方法ですが0.1.2と入力します。そしてインプットフェイスの方も0.1.2と入力してみましょう。そうすると画像が生成されましたが、一番左側の女性が子供の顔、そして真ん中の顔がおじさんの顔、そして一番右がお母さんの顔に変わっていることがわかると思います。ちょっと元の画像を近づけてみますね。こちらが元の画像になりますので、綺麗に顔が置き換わっていることがわかると思います。そしてこの笑顔もね、綺麗に再現されていますね。このように非常に多機能な
フェイススワップ拡張機能ですので、ぜひこのリアクターを使ってみてください。コーフィー UI で使ういいところは、やはりかなり画像生成が早いということと、あとこの機能にいろいろなものを組み合わせて、例えば先日紹介したハンドリファイナーを組み合わせたり、コントロールネット他のポーズのものを組み合わせたり、あとアニメーションで使ったりと、まあ自由に組み替えて応用を利かすことができますので、このコンフィ UI でのリアクターの使用はとても面白いと思います。それでは今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいねボタンお願いします。またメンバーの方もお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。さようなら、バイバーイ。